もです。今回のイベント、30枚のデラックスガシャチケのおかげで、新しいガンオンの世界を経験することができました。新しいガンオンの世界じゃと。この企画をするってことは、持っていない機体が当たったってことで、私にとっての新機体で楽しめるってことでしょ。ほう、そういう発想で来おったか。まあ、どうやったら楽しめるかを考えることは、悪いことじゃないのじゃがな。ってことで、今回のガシャをはよ回せ。ああ、わかったよ。ゲルググキャノン、銃撃の方だね。ほう、この機体が当たったのか。今頃、って感じもあるのだがね。よし、早速武装の紹介が済んだら、試してくるのじゃ。うん、やってみよう。はい。マップはセッコロとなりました。3拠点の制圧の応援に来てみました。この機体では厳しいと思うのだが、まあ、いいでしょう。あわわわわわ。くっそー。さて、南に来てみました。なんだか、ここ数日でジオンも勝てるようになってきましたが、前方をやっていた層があって、ジオンに流れてきたのでしょうか。それとも、連休中盤から、どこかへと、お出かけしに行っているのでしょうか。まあ、不思議ですよね。偏る戦場は一向になくなりませんな。さて、この機体、右肩に乗っかっているキャノンは、ただの飾りです。現在の環境では、ビームキャノンの良さがわかりません。わら。ですので、地味な武装といいますか、バズ、ビームライフル、マシンガンというオーソドックスな仕様です。最初、チャージ式ビームライフルを持っていましたが、フルエイムでは、当たる確率が低いということで、バズにしました、わら。っていうか、負けてしまったー。さて今度は、あ、パワー、クー、いってみよう。おう、武者が飛んできましたー。すでに、バズの弾がなくなりました。リペアボットは、ないようです。移動へ。今の後期です。なんだとー。ビームライフル B3 とマシンガンでやってやるー。うは、リロード中ー。おう、ジオー。見せてほしいものだな。あぶねー。リペアボットはないようです、わら。見せてもらおうか。連邦のモビルスーツの性能とやらを。焦る場面ではない。おほ。出ました。軌道範囲まで運搬をお願いします。これはまずい。ああ。指揮官から指示が来ました。なな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 。そんなとこにいたのかよ。起動範囲からすぐに退避してください。明日褒めてやろう。終わったー。よし、勝てましたね。私の脱出後にここを降伏させるがよい。私が生き延びねばジオンが失われる。最初に持っていたチャージビームライフル当たんねえ、わら。補給機が撃墜されました。たまに当たる、わら。地獄の底まで付き合うぜ。ベルも軌道範囲まで運搬をお願いします。私たちの勝利です。さあ戻りましょう。どうじゃったかな。厳しいのは厳しいでしょ。統合整備計画では 360ミリ ロケットバズーカーの威力と弾速が上昇しておるみたいじゃな。チャージビームライフルも威力が上がっておる。あとは MMP-80 マシンガンの威力、これはフルオート可能。やはり右肩のキャノンは飾りですなぁ、わら。まあ、ゲルググシリーズは厳しいよね。しかし、お主がガシャを回すと、いいことないの。引きは弱い方だね。ふん、引きどころか、ガンオンのプレイ、すべてが弱いがな、わら。それなりに、考えて楽しんでるのだからいいだろ。ほう、考えてるって？そうだよ、自分なりにね。考えたところで、弾が当たらなければどうもこうもないのじゃがな、わら。それ言うなよ。わしなら、一発で当てられるぞよ。ほらー。おーい、何すんだよ。これ、使用済みじゃねえかよ。おえー。くさー。ちゃっちゃっちゃっちゃ。